こんにちは、ケンシロウです。今日なんですけども、新札幌にあるチカバルチアーズさんというお店に行ってみたいと思います。僕はランチ何回かとディナー1回行ったことあって、すごいおしゃれで美味しいお店なので、ね、早速行ってみたいと思います。これスムーズにできたことないんだよ。早速ね、行ってみたいと思うんですけども、もう店の前にいるんですよね。新札幌の北道ビルさんというところの地下に入っているチカバルチアーズさんというところですね。じゃあ早速行ってみたいと思います。じゃあ行こう。はい、さあ入場ですね。Food and wine チカバルチアーズ寿司。こっちに美味しいのあるか。そうですね、うん、あでも人気だからもう隠れたじゃないんだけど、バレバレです。よいしょ。飲食店が何件かと、美容師さんがいい、コンタクトとかレンズ、コンタクトとかレンズちょっとコンタクトレンズとかここですね、はい、こちらになりますので、スルスル入ってみます。地下だから割とここに、はい、お店の中に行ってきました。もう注文が入ってるんですけども、このチアーズさんはランチはスープと一口前菜とサラダとパンとドリンクとパスタがついて1400円のコースっていうのかな、ランチセットセットですね。ランチセットを食べれますのでなんかおしゃれすぎてちょっと緊張してる。ただ楽しいですね。ちょっとキャラに合わないからさ。まあ料理がまた来たら回していきたいと思います。それでは待っていく。シャレてんな。いただきます。二択でミスったフォークとスプーンの二択で。いやーす、いやーす、キャロットラペ、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 人参、キャロット、薄切りにした人参にごまドレッシングかかってとても美味しいです。いやいや、じゃあそのままや。でもめっちゃ美味しい。フォークでサラダ食べるの慣れないからむずい。ドレッシングめっちゃうまい。でもなんか自家製っぽいですよ。うん、ドレッシングうまい。相手食べるのかパスタみたいな。あーでもそうっぽいっすね。そうだよね。どうやって切ってんだろう。おー確かに。なんかそういう専用の機械とかあるんですか。ありそう。回したらスル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 になるんだよ。モツメスープです。スープ界でモツメスープが一番好きなんで。嘘で、嘘です。正直に言うの早っ。ブレない美味しさありますね、コンソメスープ。何入れますね、そもそもね。こういうお店ってカップ、カップかな、スープカップ的なあれだ。美味しいけど、より一層美味しくなるね、こういうおしゃれだ。あ、俺パンとかちぎって食べれたりだ。何よりやっぱ内装が綺麗ですよね。すごい綺麗。一つ一つの食器とかもそうですけど、ちょっとねお客さんがいるんで映せないんですけど、うん、店内はちょっとね映せないんですけど、パンもふわふわ、前菜のパン出てくるらへんおしゃれで、おしゃれです、なんかソースとかに絡めて食べたりもするじゃないですか。食べ終わる。
それだけ取っといてください。これだけでも取っといてください。なんか皿下げなきゃいけないのかな。あ、前菜を食べて、メインが来たらまた回していきたいと思います。とりあえず、のんびり食べます。はい、料理が届きました。僕が頼んだのが、スルメイカの味噌クリームと、トムさんが頼んだのが、ゴロゴロ肉のボロネーゼです、料理の画像はこんな感じです。俺パスタにフォークスプーンとか使わないから。今フォーって言っちゃった。フォー、じゃあ早速いただきます。まず味噌クリームっていうのが結構珍しいよね。いただきます。マジですごい美味しい。なんか味噌が後からすげえ走ってくる。味噌って一応こう日本というか、そうそうだね、なんか味噌界のウサインボルトみたいな。めちゃめちゃ早いじゃないですか。なんかごめん。それもいいかどうしよう。そのイカの香りもまずすごい。いただきます。うん。あ、マジでうまい。めちゃくちゃうまい。せっかくなんでこっちも。なんか、くどくないっていうか、ゴロゴロ肉のゴロゴロ。やば、めっちゃ美味しそう。これもうボロネーゼのそのね、ひき肉が味ゴロゴロ。よし。宇宙製の。もうなんか口に入れた瞬間にうまい。あ、もう咀嚼する前から肉って感じ。そう、いやもう食べよう。トムさん食べて。はい、もうお刺身食べてもいい。いただきます。めちゃくちゃうまい。うん、まず麺がもっちもちっす。そう、麺はまずうまいね、間違いない、ね。俺それね、もうちょっとしたら言おうと思ってたんだよ。もうちょっとしたら言おうと思ってたんだよ。すごい言うもんな。あ、でも本当に後からこう味噌が来たでしょ。マジで来た。ずっと今味噌ね、香るよね。イカの香りすごい。味噌香るね。味噌香る。なんか人の名前みたいな。味噌香る。カットしよう今。絶対に。ボロネーゼはどう？肉肉しいのもそうなんですけど、なんか意外と思ったよりこってりというかはあっさりで、ただそのチーズのこう濃厚さがもうガーッて、ね、チーズの香りもすごいしね。でもやっぱり麺のもちもち具合が、そうだね、この麺すごいね。しかもあの通常のスパゲッティよりも太めだよね。太いですもんね。 1.9 ミリぐらいだ。チェアさんのランチは何回か来たことあって、パスタも週替わりなのかな、週替わりで変わっていつ来ても別の味が楽しめるから、すごい良い。今日もラインナップ結構ありましたね。何種類か5、6種類ぐらいあったよね。その中でも本日のパスタみたいなのありましたね。あ、そう結構こう変わるんですよね。本当に美味しい。麺類でさ、そばってラーメンやってうどんあってそうめんやってとかいろいろ。麺類で好きなの何って言われたら、ラーメンって答えがちだけど、いざとってうまいパスタ食ったら今パスタ1位だもん。あ、パスタ食いたくなる。パスタってさ、合わない食材探すのが大変じゃない、うんうん、
まあ、結構何でもあるじゃん、うん、だからこそ美味しいの作るの難しい。今ぽいこと言ってよ。いやいや今痺れた。あ、俺がね、俺が痺れた、喋ってて。もちろん美味しいのもそうなんだけど、うん、これどうやって作るの。まず、わーってなりますよ頭にね、来るというか。私、大盛りも食べれば、うん、俺ら最近結構さ、ありがちだけどさ、食べるのに夢中になりすぎて気づいてなかったじゃん。今、結構な間があったんだよ。確かに。まあまあな間があったけど、撮影忘れてましたね。僕が一番忘れちゃいけないです。美味しい時って俺らマジ無言も多いんですけど、まず食べるの早いんですよ。いやそうだ、そのベースがマジで俺も食べ終わるもんだ。普通に そのためのほら残しといたパンあるんだよ。さっきパン全部食っちゃったから父さんありがとう。こういう食べ方もできるよっていう。まず、まずいわけない。いや、まあまあ、まず、まずね、すごい不思議なのがこれってさ、クリームにただ味噌溶かしてるだけじゃないじゃん、絶対。うん、みんなこの馴染み方って、うんうん、気になる。ちょっと後で、どこに隠しカメラしか。いや、もう直接見ない。画面外で、画面外。なんかもう何とも言えないこの濃厚のジャンルが違いますよね。そうそう、なんかに深み、うんうん、たくさんいろんなもの入ってるのに一つのものになってるってことですよね。それ。だからなんか凝縮した1。ああ、なるほどなるほど。1たす1は2とかじゃなくて、凝縮したすげえ1、すげえ1なんだ。エンディングいく。なんか喋ってると苦しくなっちゃうんだけど、でももしかしたらそれがゴールドなのかもしれないですよ、うん、だから本当は1たす1は2じゃなくて3とか4がいいって言うけど、凝縮した1が本当の正解説みたいな。本当にこう、なんていうの、こうじゃなくてこうみたいな。あここで見たらめっちゃずれてる。俺に向けて言ってるから。めっちゃずれてる。やっぱ新札幌にこういうハイクオリティなお店があるのはなんかラバーとして嬉しいよね。そういう新札幌から目の前なのにこう本格的なイタリアンを食べれたりとか、やっぱ暑くて最高。しかもこれからビビが出るから。そうだね、またさらにこのやりが活性化して、うん、俺らみたいな YouTuber にビビッとさせてほしいよね。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕らおしゃれなんで食後にアイスカフェラテ食べました。どうしよう、セッタのドリンクだ。ブネッサンス。マジでうまかった、ね、美味しかったっす。今まで YouTube でランチに行って夜も営業してるところを30分ぐらいずつで回るってやつやりたくて。ああいいっすね。厚別30分コース、うん、はい、ということで今回は厚別新札幌にある近バルチアーズさんにお邪魔しました。詳しい住所はこちらに載せておきますので、まあ結構すぐ分かるかな。はい、あの服のビルの地下なのですぐ分かると思いますので、住所ご確認の上皆さんランチにディナーも出てますので、ぜひお願いします。お願いします。お電話で予約した方が間違いないので、皆さんぜひ行ってみて、美味しいなとかおしゃれだったよとか、あのもしあったらコメント欄で言っていただければなと思います。まあ、やっぱり私買うか。そうっすね。この動画を見ていいなと思いましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまた、それではまたね、バイバイ、イタリアン。Thank you.